おはこんばんちは。ちゃんまつ .com です。485系の国鉄色ではない雷鳥を入手しました。500系新幹線のぞみ号 Z に入っていた車両ですね。紙塗ったり色の雷鳥は2両編成のみになります。荒井、新潟間を運行していた首木の矢。その前身列車である実りでもこの塗装でした。プラレールでは、紙塗ったり色の中間車はないので、フル編成は国鉄色との混色でやってみたいと思います。では、行きまーす。編成表や画像は説明欄にリンクを貼っておきます。どうでしょうか？混色編成の485系です。特急みのりで見ることができました。レイアウトを作ってみたので、実際に走らせてみましょう。